韓国の反日賠償運動ノージャパン、ひっそりと終了、対日貿易赤字が拡大。韓国の連合ニュースによりますと、韓国において対日貿易赤字が拡大していることが明らかになりました。例えば、13ヶ月ぶりに日本車の販売台数が増加し、レクサスの販売台数は昨年の10月と比べ91%増加、トヨタの販売台数も 35以上増加ししたたことが明らかになりましたその結果、韓国の今年1月から10月までの対日貿易赤字は165億6000万ドルとなり、昨年の同じ期間と比べ1億4000万ドル増加したことも明らかになりました。こういった対日貿易赤字の拡大、以前ですね、韓国政府関係者や、 自治体が主導してノージャパンと呼ばれる反日不買運動を展開しておりましたがこのようにひっそりと不買運動は実情終了した形となりましたこういった不買運動政府や自治体において実施した場合国際法違反となる可能性もございますので 韓国政府や韓国の自治体の皆様には今後は慎重に対応していただきま正直言って日本企業からすればまこういった反日不買運動を行われても全体の業績にはほとんど影響することもなく韓国から日本企業が撤退し韓国において雇用が 失われるという結果を招くだけでもございますので、ぜひとも韓国政府や自治体の皆様には繰り返しになりますが、今後は二度とこういった反日不買運動を行わないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。